どうもこんにちは、みずにゃんです。今日の、動画なんですけど、みんなお久しぶりでございます。で、まあクリスマスイブということで、まあメリークリスマスということで、まあそんなね、今日はね、まあ素敵な子って日なんですけど、まあ最近 YouTube で、まあだいぶこう、きな臭いことがね、たくさん起こってます。で、まず、柴田さん、メインチャンネルにね、広告がつかなくなっている件、まあこれについてはね、正直、僕理由がわかります。で、YouTube ってね、こう動画を上げるとき、まずこう収益化できるかどうか自動審査にかかるの。で、これはね、まあ AI とかで判断してるんだと思うんだけど、まあ動画のタイトル、概要欄に書かれている単語をね、AI がチェックするんですよ。で、あるね、と特定のワードが含まれているものは、自動的にこう収益化が弾かれるっていう風になってるのね。で、まあ動画をね、上げるときに、その緑のね、マーク、収益化のところが緑のマークになってたら、ちゃんと収益化ができてますよっていう風になるの。で、黄色がついてたらね、これ、収益化しにくいと。まあほぼほぼ収益化できていないという風になるわけよ。で、まあ、どういうね、こう、タイトルが、こう、引っかかるのかっていうと、まあ、例えば、なんだけれども、こう、暴力的な単語、ね。あとは、まあ、その、凄惨な事件に、関するような単語であったり、あとは、その、アダルトなね、こう、単語。で、こういうものはね、自動的に、その、弾かれるようになってるんですよ。で、まあ、もしね、仮に、こう、黄色マークが、こう、ついた場合ね、こう、これに異議申し立てっていうのをすると、今度はね、こう、YouTube の中にいる、YouTube の運営の人のね、チェックが入って、で、まあ、動画の内容を見られてね、で、問題がなければ、こう、収益化できるっていう形になります。で、もしね、こう、YouTube の中の人が見て、あ、これちょっと動画の内容的にこれ広告がつけられないよねっていうことであれば、こう、収益化はね、残念ながらこう、できないっていうことがある。で、まあ、その、もちろんね、そう、収益化、普段からこう、できてる人っていうのは、これ YouTube のこう、AI の中で、まあ、ランク付けっていうのがこう、されてるんですよ。で、まあ、ランク付けされてて、こう、ランクがね、上の方にこうなると、まあ、比較的ですね、チェックが緩いんですね。でも、こう、ランクがね、こう、下の方にこうなると、AI のチェックがね、だいぶ厳しく、なります。だから、ま、そこにおいてはね、まあ、こう、動画の中身であったりとか、に対する、こう、信頼性、ね、信頼性が高ければ収益化しやすい。でも、信頼度が低ければ、まあ AI がね、厳しくチェックして、で、弾かれることが多いです。AI 段階で弾かれることが多い。ただまあ、異議申し立てをしたら、まあ大体ね、こうチェックが通ったりするんですよ。で、多分ね、まあ柴田さんの場合は、まあ過去こう、何らかのこう動画が、まあこのね、AI のチェックに引っかかってしまって、で、YouTube 運営のね、AI がもう厳しくこうチェックをしてるんじゃないかと思います。だからまあ YouTube の中でも、そう、信頼度が低いよねっていうような、まあ位置づけになってしまってる。だから、こう最初の段階で、広告が、つきにくいと。で、異議申し立てをした後に YouTube の中の人がチェックして、あ、これ問題ないよねっていうので、まあその広告がね、こうつき始めると、いうことになります。で、まあその YouTube のね、まあ広告って、まあこうみんなもね、まあお気づきだと思うんですけど、まあその人にこう合わせたね、こう広告が表示されます。まあ例えばね、そのパチンコパチスロが大好きな人っていうのは、これパチンコパチスロ系の、広告が、つきます。で、普段まあそのね、料理の、動画とかをよくね、まあ見てる人は、結構料理系の広告がね、流れたりとか、結構こう、その人のね、趣味嗜好に合わせた広告っていうのがね、流れるんだよね。まあだから、あれ？全然なんかこの人の動画、広告流れないじゃんっていうことをね、みんなもこう、あると思うんだけれども、それ別にこう、収益化外されてるわけじゃないんですよ、その人の動画がね。
で、もしかしたらこう自分のね、こう趣味嗜好に合うような広告が、たまたまこうなんかなかったよねって、まあ在庫になかったよねっていうような、こともね、こうあり得るんで、まあ正直言って、まあ広告がつくかつかないかに関しては、まあこれは YouTuber 側にしかまあ分かりにくいと、まあいうことになります。まあ例えばね、こう物申す系で、あ、これもがっつり広告ついてないなっていうのはね、まあ有名どころで言えばこう頼人かな。まあ、頼人に関しては、まあ、なんで広告がついてないか、まあ、わからないんだけれども、ただまあ結構、頼人は頼人ね。まあ、こう、過激な動画を上げてたりとかするんで、まあ、それで、アドセンスがバーンって吹っ飛んじゃったんじゃないかなって思います。で、まあ、次にね、その、はじめしゃちょー、チャンネル登録者数1000万人突破、おめでとうございます！いやー、はじめしゃちょーね、僕が炎上させたのも、もうね、4年前ですか。まあ、そこからね、チャンネル登録者数1000万人って本当にすごいよね。いや、ぶっちゃけね、まあ、僕今チャンネル登録者数17万8000人ぐらいなんですけど、まあ、僕の60倍ぐらいですよ、はじめしゃちょー。で、日本人の人口が1億2000万人だったら、12人に1人がはじめしゃちょーのチャンネルを登録してるってことだからね。これ、すごいことだと思うんだよ。まあ、つい最近ね、俺渋谷だったかなに行った時に、まあちょうどね、はじめしゃちょーとヒカキンさんのね、まあその出前館の、まあ、広告を見ました。で、まあああやってね、まあ YouTuber がこう企業の広告にこう出るっていうところ、いうことも、本当にもうなんか数年前じゃね、こう考えられない話。で、実際だから、まあヒカキンさんとかはじめしゃちょーとかは、まあ日本の YouTube 界のこうパイオニアって言ってもね、こう過言じゃないよね。まあそれぐらいやっぱりね、やってきたんだなっていう。でもさ、やっぱさ、YouTube ってさ、まあいずれはやっぱ飽きられるわけですよ。でも、やっぱヒカキンさんとかはじめしゃちょーとかってさ、まあその、飽きられないよね。ああいうところほんとすごいなって思う。いやもうぶっちゃけね、でもね、もう本当になんかその、はじめしゃちょーチャンネル登録者数1000万人っていうことで、まあそう、海外ではね、まあチャンネル登録者数1000万人の人って、まあいっぱいいるんだけど、でもその日本でチャンネル登録者数1000万人ってさ、まあそもそもこう、なんか日本の、な日本人の動画ってさ、まあ日本語でやってる人って多いじゃないですか。だから、まあそのターゲット層っていうのがどうしても、まあ日本人プラス、まあ日本語が、まあこう分かる人たちが、まあメインになってくるわけじゃん。で、日本語の話者ってどうしてもやっぱり1億ね、数千万人しかいないわけで、まあ英語とかにこう比べるとね、こうはるかにやっぱ少ないわけよ。で、そういう中でやっぱ1000万人っていうのはこれすごい数字っすよ。いやだから、まあこれからもね、ぜひね、まあ日本の YouTube 界を引っ張っていただき、なおかつたまには炎上していただき、まあ我々ね、物申す系 YouTuber にこうネタをくれたらな、というふうにね、思ってます。はい。で、まあ他にもですね、まあちょいちょい、まあね、ニュースがあるんですけれども、まあその宮迫さんのね、焼肉屋、まあ大変なことになってると、まあいうことなんですけど、まあその宮迫さんがね、こう渋谷に、まあ牛宮城というね、まあ焼肉屋を、まあプロデュース、オープンしようとしてるわけなんだけど、まあこれね、なかなかね、まあうまくいってないみたい。で、まあ正直ね、俺ね、うまくいかない理由でね、わかるんだよ。で、なんでね、うまくいかないと思ってるのかっていうと、まずね、まあそう、客層の問題だよね。だってさ、その渋谷で、まあそのお金持ちの人が焼肉食うかって言ったら、まあ食わないと思うんですよね。で、ある程度やっぱりお金持ってる人たちが焼肉を食べたいってなったら、まあ例えば恵比寿とかね。あとは銀座とか六本木とか、まあそういうところに足を運ぶと思うんですよ。まあハイソな街に行くと思うんだよね。で、渋谷で、まあある程度単価が、高いお肉を食べたいっていう人がどれだけいるんだろうっていうのを考えたら、まあそんなにいないと。だから、まあそう、客層とね、完全にこう、立地の俺はミスマッチじゃないかなっていうふうに、まあ思ってるんだよね。だから、ぶっちゃけ、なんかその、まあ渋谷ってさ、まあたくさん人通りがあって、で、まあ渋谷だとさ、まあそのね、若者の街だから、ちょうどまあその宮迫さんだったりとかの、まあ動画を見てる層が訪れてくれるんじゃないかっていうふうに、まあ考えてるのかもしれないけれども、まあまずその立地とね、
その、こう、なんか客層の、その、なんかミスマッチみたいなのが起こってると思うし、だそういうところまず改善していかなきゃね、まあ、厳しいだろうなっていうような、まあ、見立てをね、僕自身は、してます。はい。まあ、だからね、実際ね、今なんか YouTuber の人たちも、なんかセカンドビジネスみたいな、まあ、そういうの結構流行ってたりとかするじゃないですか。まあでもなんか結構 YouTuber の人がやるこうなんか セカンドビジネスって、まあ僕のなんかイメージというか僕のなんかね感覚なんだけど、なんかある程度なんか設備投資をすればこう誰でもこうなんかできるようななんかビジネスなんで、なんでちょっとなんか YouTuber らしさみたいなのがなんかあんまないなっていうのが正直な感想です。はい。まあ今日はね、久々にこうなんか YouTuber ニュースということで、まあ3本ですね。ニュースを皆さんにお届けしました。もしね、この動画を見ていいと思う方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ということで、以上、みずにゃんでした。じゃあね。